はい、どうもこんにちは、マスイ塾のマスイです。さあ、今日やっていきましょうということで、ガストで迷惑行為した高校生ということになるわけです。はい。実名、要するに高校名とは書き込むのはいつもの通りやめてあげてください。あなたが誹謗中傷とか逆の意味で、要するに問題になってしまう危険性がありますので、ご注意ください。はい、ネット社会なので、まあ、拡散されるとちょっと人生終わってしまう危険性があるということですね。はい。なかなかその就職が難しくなったりだったりとか、大学進学した後、なんていうんですかね、就職活動でつまずくであったりとか、もしくは高校退学に、今回も高校退学になっちゃったのかなっていう感じになります。はい。で、まあ私に関して言うと、小学校、中学校、高校生ぐらいですかね、大体。まあ大学生ぐらいまでがな、まあなんていうん、いたずらしましたとか、どうのこうのとか、バカなことやりましたっていうことに関してですか？どちらかというと、一般人よりは多分寛容な感じかな。まあまあまあ、まあ子供がやったことやからねっていうね、はい。感じですね。はい。私が親だったら子供がやったことは絶対言わないですよ。それは。私が自分の子供がやらかして、まあ子供がやったことですからっていう、まあ、お前舐めてんのかって話になりますからね。はい。親が子供が、子供がやったことですからっていうのはおかしいですって、お前のセリフじゃねえよっていうね。ただ最近ね、ちょっとね、お前のセリフじゃねえよっていうやつ多いんで、余計だから火に油注ぐんやと思うんですけど、世の中ね。はい。で、前提としてということなんですが、今の高校生より、まあ昔の高校生の方がむちゃくちゃしてたからなっていう。はい。これね、中学生とか高校生とか見てね、松井先生の言う通り、気をつけたいと思いますって言うけど、最近で、おっさん連中と、おじいさん連中が、最近の若い子はって言うけど、いや、お前らの世代に、誇れることないから。お前ら高校生だった頃とか違い保険やったやろみたいな。そんな感じやからね。万引きとかちゃうから、レベルが。なんか、万引きとか、箱ごと行くやつとか。何みたいな。俺の頃でもさ、ひどかったよ、万引きなんて。万引きなんて、なんかなんていうの、風来の試練の泥棒とも同じようなレベルで、なんか、万引きって、いうレベルちゃうからな。今のコーラとか言ったら、なんか商品とか出てピーってでーなってるぐらいの感じで来ましたけど、商品ごとごっそり持っていくとか、化粧品とか数千円数、なんか数万円分要するに中の商品全部引っこ抜いて、で持っていく高校生とか、いたよ、俺らの頃。今これ30代、30代ぐらいの人やったりしたら多分今の万引きの話わかると思う。で、その上の世代とか、もう、暴走族とか、今の暴走族とかのレベルちゃうやん。修羅の暴走族やもんな、まず。で、さらにその上の世代とか言ったら、もう小学生から犯罪者だらけじゃないですか。そう、小学生とか中学生、高校生とか、未成年の犯罪発生率とか、何この時代みたいな。はい。もうなんか性犯罪そこらで起こってるし、性犯罪そこらで起こってるし、ないヒロポンはそこで薬局で売ってるみたいな時代とかもあるわけだから、なんかそんな感じですか。考えられないですよね。覚醒剤が薬局で売られてるみたいな。何の話だこれみたいな話になるんですけど。だから今の基準を要するに基準にしたら昔の高校生全員捕まえますから。はい。俺でもやっぱ迷惑かけだと思うもんね。中学、高校とか大学とか。キャッキャキャッキャやったりしたっていうのあると思うよ。掘りこじくり出せば。1個や2個じゃないと思う。5、6個やっぱ見つかってないだけでやっぱりあったと思いますからね。はい。いう感じになります。はい。で、松井先生のテーマはこちらということなんですけど、で、ただ、本当に、申し訳ないですけど、高校生や中学生、小学生とか、大学生持ちの保護者の方だったりとかは、ちゃんと要するにそれは言っとかなきゃいけないっていうのは、何かっていう話なんですけど、例えば、私が勤め人だった時も、起業してからもっていうんですけど、問題行動を生徒が起こしましたとか言うとかっていうのは、ある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 っていう。はい。一番辛いのが、担当の先生がいない時とかあるんですよ。担当の先生がいない、その日にいない時とかやったりした場合って、面識がないんですよ、その生徒と。生徒と面識ないけど、大変すいませんでしたって言って一緒に謝ってるんですけど、ところでお前誰やっていう。生徒なんですけど、とかね、あれはちょっと本当勘弁してくれとか思うんですけど、はい。そういうのっていうのはどこでもあります。はい。どこでも、やらかしちゃうやつっていうのが、教育機関だったりした場合に関しては、多分、長いこと要するに塾の先生とか学校の先生とかやってる人だったりしたら、謝りに行くであったりとか、どうのこうのするであったりとかっていうことはあると思うんですよね。はい。で、何回もこう謝ったり、こうどうのこうのしたりして、ようやくなんか、ちゃんとこの子卒業したんか、みたいなことっていうのも、何人かは絶対出てくるとは思うんですね。はい。
で、まあ、社外に一緒に行ったりとか、ちゃんとこういうふうに言いましょうとか、言えましたかとか、いうふうな感じとかっていうのもちゃんとあります。はい、あります。私そこまでちゃんとやる人なんですけど、はい。でもそれがやれないんだったら首ねって言うんです。謝ることができないんだったら首ねっていう。はい。君がバカでも許せますし、クズでも許せますし、あのゴミでも許せますが、あの謝罪できないっていうカスなんだったらもう来なくて結構って言いますから、はい。あのカスには用はないので、そう、悪いことしちゃいました、バカじゃないですか。それ悪いことしちゃう子供たちってバカじゃないですか。悪いことしちゃいますって大人バカじゃないですか、クズじゃないですかって話になるんですか。でもごめんなさい言えないって言ったらもうそれはカスじゃないですか。もうずっとやり続けますってことになっちゃうから、それはもう直す気もないですっていう話になったら、それは、手に負えない。それともあとは刑務所の中でどうにかしてもらうしかないでしょって話。はい。っていうことなんですけど、まあ大体大人になるまでにですね、みんな何回かやらかしたりとか、みんなやらかしたりとかしてます。はい。中にはそれで高校が中退になったりとか、大学で要するに留年になったりとか、謹慎食らったりっていう人もたくさんいます。じゃあその人たちが社会で要するに活躍できないですか？それも微妙です。そういう問題を起こした人ほど、要するになんか社会では結構頑張って活躍できたりっていうケースはあります。あるんですが、一番きついのが、やっぱどうしてもね、最近きついなって、スマホがあるんですよ。スマホが悪いって言っちゃうんですよって。スマホがあるんで、みんなカメラ持ってるんですよね。みんな動画撮れちゃうんですよ。で、なんか問題起こったぞって言ったら、もう、その周りにいる人たちが全員カメラ取り出して、もう次の瞬間に拡散されるんですよ。わかります？だから、いいことも、悪いこともなんだけど、悪いことやった時の拡散スピードはものすごい広いですから、速いですから。だから、悪いことをやりましたって時の拡散スピードが速いです。そうすると名前と所属がバレます。そうすると名前と所属がバレるということは家族で泊まればいいんですけど、同じ学校であったりとか学校の先生であったりとか、ただ今回言ったらガストだったらガスト全店に影響が及びますであったりとか、お宅のところのガストってこんなちゃんと対応してくれてるんですかっていう風になるんです。はい。そうするとダメージが大きくなっちゃうよねっていうことが問題になってくるんです。はい。でガストがどうのこうのって言ってるけど、昔のファミレスって結構ひどかったよ。ガムくちゃくちゃ、奥の方で噛みながらなんかやってるやつとか、昔見ませんでした？コンビニはキースみたいな。挨拶できひんコンビニの店員とか、いっぱいだと思うけど、なんか最近なんかどこ行ってもなんかちゃんとできる人しかいないよねっていうから、逆に俺がなんか恐縮する感じになるけどね。はい。俺が一番なんかいい加減な感じになってるんじゃないかって最近思えてくるぐらいあれですけど、ポイントはなんかダメージが大きいので、その損害賠償請求とかもたくさんありますと、かかってきますっていうふうになりますし、まあ今回高校生ってことになった場合に関して言うと、保険とかでお金を下りたりとかするケースってもたまにあったりはするんですけど、特に大人になったりするとですね、もう金額が金額だけに払えないみたいな状態っていうのが発生してくるので、まあ、そこだけね、注意してあげてくださいということになります。はい。何よりもですね、キャリアが傷ついたりということになります。はい。なのでね、外で要するに悪いことはしないようにと。そういうのが悪いことをするぐらいストレスが溜まっているっていう自覚があるんであるならば、はい。あるんであるならば、そういうことはしないというか、まあ、外に出ないと。いうことで、まあ、対処を踏むしかないのかな。はい。いう感じになってきます。はい。ですが、まあ、今回ね、まあ、誤ったっていうことに関しては、まあ、誤ったりもしたんだとは思うんですけども、まあ、めげることなくですね、反省するのでも反省して、きちんと要するに、ダメだったねっていうのをちゃんと反省して、やらないといけないですよって。はい。なんかその気持ちはわかるんだけど、そんな悪いことしたつもりもないしとかいう気持ちはわかったりするも、わかったりするんだけど、これもしほんまに自分らの身に起こったりとしたら、はっきり言っておきますが、真摯に反省しましょう。はい。真摯に反省しましょう。はい。そのどうのこうのとかじゃなくて、真摯に反省して次に生かすということですね。はい。で、真摯に反省したらまたチャンスをくれる人はいますから。多分。はい。ということで、まあ、しっかりとやっていきましょうということですね。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。悪いことはできない世の中になってますからね。